長者が、浜塩埼浜那須公園前駅は、茨城県鹿島市大浅角折にある、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の駅である。当駅は、鹿島市の南部に位置し、大野塩埼浜那須公園の最寄り駅である。短式ホーム一面一線の地上駅。無人駅である。ホームと、駅名標駅前上り、下りとともに、おおむね1時間に1本の普通列車が停車する。 大野市お浜那須公園読み仮名が22文字あり、かつては南阿蘇鉄道高森線の南阿蘇水の生まれる里白水高原駅と並んで日本一長い駅名であった。正式表記では13文字あり、開設当初は正式表記でも日本一長い駅名、正式表記では柳川希望の森公園前駅であったが、1992年に南阿蘇鉄道高森線に 南阿蘇水の生まれる里白水高原駅が開業。読み仮名の文字数では同数だが、正式表記の文字数で、日本一の座を同駅に譲った。2001年に、市畑電気鉄道北松江線の古港駅が、ルイスシー・ティファニー庭園美術建前駅に改称され、読み仮名でも日本一の座を明け渡したが、同駅が2007年5月21日に、 松江イングリッシュガーデン前駅に改称されたため、日本一に帰り咲いた。2020年3月20日に、京福電気鉄道北野線の東寺院駅が、東寺院、立命館大学絹笠キャンパス前駅へ改称されたため、同日から日本一長い駅名の座を明け渡し、さらに2021年1月1日に、富山地方鉄道の富山とヨペット本社前、停留場が、 トヨタモビリティ富山 G ジースクエア、五福前停留場に改称されたため、現在は、こちらが、日本一長い駅名である。長者が、浜塩埼浜那須公園前駅。鹿島臨海鉄道公式ホームページ長者が、浜塩埼浜那須公園前駅時刻表。駅元の駅物乗降客数マップ2019年7月3日。閲覧国土数値情報国土交通省。 2021年3月9日、閲覧茨城物知り博士、茨城県公式サイト、学校法人立命館と、京福電気鉄道株式会社が連携、協力協定を締結乱電北野線、当時院駅が、当時院、立命館大学絹笠キャンパス前駅へ、学校法人立命館、京福電気鉄道、オリジナルの2020年3月13日時点における、 アーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20200313085043/.https www.keifuku.co.jp スラッシュ upimage スラッシュ n e w s r e l e s e スラッシュ 15840773438090877600pdf 2020年3月19日閲覧定流場名の変更について富山地方鉄道株式会社 web.archive.org 2021年1月8日、閲覧、ありがとうございます。